チャプター5、レッスン7、エフェクトを使って表現を作ろうということで始めていきます。ページは173ページからになります。はい、そしたら、ここに3つのクリップが並んでいますが、これに対して、ダヴィンチリゾルブが提供するエフェクトを、いくつか紹介していこうと思います。こちら画面上部の、メディアプールではなくてエフェクトの方を開いてみます。メディアプールは一度非表示にしておきます。はい、そうするとこのツールボックスの中にエフェクトというものがあります。ここにですね、ダヴィンチリゾルブが提供するエフェクトがありますので、早速これをですね、適用する方法について、解説していきます。まあ、基本的にはこのかけたいエフェクトを、適用させたいクリップにドラッグ&ドロップするだけでございます。そしたら紙面に沿っていくと、このデジタルグリッチというものを適用させてみたいと思います。これを、真ん中のクリップにドラッグ&ドロップします。はい、そうすると、名前の通りですね、デジタルグリッチという、このようにこうチカチカチカっとしているようなダメージのようなエフェクト、これを簡単に作ることができます。はい、そして174ページの方に移動して、エフェクトのプレビュー、ここがポイントのとこですね。今ドラッグ&ドロップしてタイムラインビューとしてプレビューしているのですが、サムネイルのあたりをこのようにマウススクロールさせることで、どういうエフェクトかっていうのをプレビューすることができます。そして私のこのダヴィンチリゾルブはダヴィンチリゾルブ18のスタジオ版、優勝版を使っているので、全部のエフェクトが使えるんですけれども、もし無料版の方に関しては一部使えないものがありますので、それに関してはご了承いただければというふうに思います。もし興味があればスタジオ版購入してみてもいいのかなというふうに思います。はい、そしてこのクリップに適用したものをですね、インスペクタ開いて、こちらですね、インスペクタを開いて設定を見ていきたいと思います。ここにエフェクトというものがクリックできるようになってますので、これを開いていただくと、ここにデジタルグリッチの内容があります。これはここに表記されるものはエフェクトによってそれぞれ違いますので、これも基本的に自由に、いじってカスタマイズをしていただければと思います。このグリッチの位置や、幅、高さですね、ちょっとやってみましょうか。高さを変えるとこのように太くすることもできるし、このようにもっと細くすることもできます。これが幅ですね。幅、長くしたり短くしたり、それからグリッチクローマスケールということで、スケールですね、このように調整することができます。そしてプレビューをするとこんな感じですね。はい、そして175ページ、複数のエフェクトを適用とあります。これは今デジタルグリッチかかってるんですけども、この上にもっと他のエフェクトをかけることができます。紙面に沿っていくと、今度はビデオカメラですね。こちら。プレビューするとこんな感じです。このエフェクトをもう一度ドラッグ&ドロップでここに適用させます。はい、そうするとここ、インスペクターの中にデジタルグリッチの他にビデオカメラも追加されました。これで今2つのエフェクトがこのようにかかっていることがわかります。はい、そして175ページの下の方ですね、エフェクトの順番を変更するということで、これですね、エフェクトの順番実はすごく大切で、順番によってかかる、かかり具合といいますか、表現が変わってきます。この古いものが上で新しくかけていくと、こう下にどんどん重なっていくんですけれども、重なり方でいくとデジタルグリッチが下にあって、その上にビデオカメラがあるという感じです。なので例えばここ見てみましょう。ここですね、デジタルグリッチの上にこのビデオカメラの白い線が乗っかっています。これ重なり順でこのようになっています。もしこれが先にビデオカメラを適用して次にデジタルグリッチをかけるとどうなるかっていうと、これが逆転してしまうので、順番をですね、ここの矢印で変更することができます。
はい、そうすると今ビデオカメラを下にしたんですけども、そうするとここ見てください、白い線の上に対してもデジタルグリッチがかかってしまっています。はい、こういう感じですね。で、基本的にこの、なんて言うんでしょうね、ビデオカメラのフレームっていうのはおそらく一番上に来るものだと思うので、かかりかかった時にはこういう感じなのかなと思います。デジタルグリッチの上にビデオカメラですね。はい、まあこれももちろんお好みではありますので、自由にいじっていただければというふうに思います。ぜひ、他のエフェクトもですね試してみていただければと思います。それから176ページにここがポイント、プレビューが重いときはというところで、まあエフェクトですね、いろいろかけていったり、もちろんこの作業だけじゃなくて、これに対してカラーグレーディングや、ノイズリダクションなどいろいろ行っていくとだんだん重くなってくるかと思います。重いときはですね、プロキシファイルを作るとかいろんなやり方があるんですけども、まずは簡単にこの再生のところ開いていただいて、まあ、タイムラインのプロキシ解像度、この表示の画質をですね、フルからハーフサイズ、4分の1サイズに変えるっていうのも、ありです。これ2分の1は4分の1にしたとしても、ここの表示が変わるだけで実際は、最高、元のオリジナルの状態で書き出しができるので、まあ、表示だけっていうイメージですね。で、その紙面で書いてあるここがポイントの部分に関しては、このレンダーキャッシュというところを、スマートにしてみましょうっていうところです。で、これをすることによって、自動的にですね、ダヴィンチリゾルブがこのクリップを徐々に読み込んでいってくれます。そして読み込みが完了すると、プレビューがとてもスムーズになります。読み込むまでは重さっていうのはまだちょっとそんなに変わらないかもしれないんですけれども、読み込みが完了するとプレビューだいぶスムーズになってくるかと思います。またですね、その読み込み完了したとしても何か違う変更を行うと、またここの部分、読み込みが必要になるので、しばらく待っていただければスピーディーに動くようになるかなと思います。で、読み込みは基本的に自動で、徐々にやってくれるので、まあ、基本的にはちょっと待つ、ほったらかすっていうような感じでいいかと思います。はい、それからもう一つですね、ちょっとおまけ的なところで、176ページの一番下、もっと知りたいのところでフュージョンタイトルを使うとあります。フュージョンタイトルはこのタイトル欄のところに、はい、ここにフュージョンタイトルとあります。動きがついたテキストですね。何かタイトル画面を作りたい時とかに簡単に、こういう風な動きあるテキストを作ることができます。このフュージョン、ダヴィンチリゾルブのフュージョンを使って、制作をしているものになります。残念ながらこの紙面ではちょっとフュージョンにまでは触れれていないんですね。どうしても解説量がすごく膨大になってしまうっていうところと、まずは本当に初心者の方が、比較的、まあ、これが分かれば映像が作れるっていうところ、表面的なところに、重きを置いて分かりやすく解説するっていうのを心がけているので、ちょっと今回はフュージョンには触れていないのですが、まあ、いずれにせよこのフュージョンタイトルというのはフュージョンを使って作っているものになります。ただここにあるのはフュージョンを使って、まあ、テンプレートのようにしてくれているもので、そしたら試しに何かテキストを入れてみたいと思います。あ、ここのフュージョンタイトルにもデジタルグリッチとありますね。このようにチャカチャカチャカっと出現するような感じですね。ちょうどいいので、これをデジタルグリッチエフェクトかけたところに同じエフェクトとして重ねてみましょうか。はい、で、そうするとプレビューしてみると、チャカチャカってなってるところに、今ですね、ここ見ていただくと線が出て、ここまで青くなって、ここから赤いの、これがさっき言ったキャッシュですね。スマートにしたことで徐々に今読み込んでる最中です。ちょっと時間かかるんですけど、青くなるとだいぶプレビューが早くなって、赤いところはまだ読み込んでいるのでちょっと時間がかかってます。はい、あ、いいですね。デジタルグリッチ、同じエフェクトがかかって、テキストもデジタルグリッチで、このようにタイトル画面みたいなのを簡単に作ることができますね。そしてこのデジタルグリッチに関しては、またインスペクター開いていただければ、
このようにラージテキスト、スモールテキストと、もうテンプレートのようにフュージョンで作ってくれているので、ここに対して、ちょっとラージテキストをダヴィンチリゾルブ欲張り入門、日本語の表記ができないので、ここもまた何か違うのにしましょう。これしますね。そしてサイズを調整して、ちょっと横に長かった文章かもしれないですが、まあちょっと気にせずいきます。欲張り入門、スモールテキスト、スモールテキストに入れる言葉ちょっと思いついてないのですが、じゃ例えばとてもおすすめ、はい、そして日本語表記できるもの何か決めて、サイズを間違えました。こっちでしたね。ドラッキングサイズ、行間もわからない。はい、まあまあこんな感じだとして、全体のちょっと位置も変えたければ、この設定のところから今までのインスペクターと同じもの出てくるので、ここでちょっと Y 下げるとか、自由に変更することができます。はい、そしてキャッシュが読み終わったので全部青くなってスムーズに再生ができるようになりました。ちょっとこれプレビューしてみましょう。じゃこの辺りでちょっとインアウトを打ってリピート再生してみましょうか。リピート再生、オルトスラッシュです。オプションスラッシュ。全画面で。はい、こんな感じで、簡単にタイトル画面を作ることができました。ちょっとね、動作が早かったりするので、ここのクリップが短いっていうのもあるんで、こう伸ばしていただければ、この辺の動作も調整できるようになりますので、またうまくですね、他のエフェクトや、フュージョンタイトルも活用していただければというふうに思います。はい、それでは、レッスン7の解説は以上になります。